戦い。そう、戦いはいつの世も変わることはない。だがそれでも。姉貴、何なんですかあれは。すごく嫌な予感がする。ブリッツ X に少し似てるわ。ブリ？ブリ？なんだって？いい線いってるわよ、オイゲン。あれは未来の兵器。ほんの少しだけ先にある戦いの概念。あの兵器は…いかがなさいました？あれを止めなければ、島を消滅させたのはあの兵器だ。より遠くから一方的に敵を倒す。兵器の進化とはそういうものよ。海を越えて敵の本陣そのものを殲滅する力。そう、私の愛を犯す外なる敵を退ける力。届け！姉ちゃん！
なんてものを作ってしまったの、私たちは。この力が獣王を守るはずだった。オロチを拒んだのは臆病なお前たちだ。ふざけないで。こんな力で何が守れるというの。世界の滅亡がお望みなのかしら、加賀先輩。もうどうでもいいさ。加賀先輩！どうでもよくないと言ってるのです。だって赤城はこんなこと望んでないです。お前に姉様の何がわかる。赤城はちょっと怖いけど、獣王のこと愛しているのです。加賀、あなたのことだって。黙れ！姉様が愛したのは天城の影だ。それでも私は綾波ちゃん。綾波。ええ、愛しているわ。赤城の愛は世界を焼いてなお燃え盛る。あれを撃たせるな。何としても食い止めろ。みんな、オロチに火力を集中して。これは獣王の不始末だ。我々の手でオロチを撃つぞ。ダメ、突破できない。あんなのありかよ。諦めてたまるもんか。姉ちゃんが命がけで止めたんだ。私が頑張らなくてどうすんだよ。冷たい海。ああ、結局私にとって海は、そうだ、紅に染められた航路、それが私たちの海。オロチ。いや違う、あなたは鏡のようなものだ。鏡。あなたたちは人の思いが形を成したもの。あなたが見ているものはその思いが映し出す影だ。オロチも同じだ。人々の共通認識が浮かび上がらせる競争。オロチが闘争を目的とするのは、それが人類の歩みそのものだからだ。戦いはいつの世も変わることはない。ああ、だからあなたはもうこの後悔を終えてもいい。終えたらどうなる。未来を見ずに済む。君のつもりか、バカが。とにかく、いい加減目を覚ませ。行こうぜ。何なんだお前は。まだわからないんですか先輩。この子たち本気であなたたちを救おうとしているんですよ。赤城姉様を助けて。アズールレーン。お願い、力を貸して。私は海が怖い。戦いの光景を見るたびに私の心は恐怖に震えて、一つの衝動がこの体を突き動かす。
こんなことは間違っている。止めなければと。海が震えている。今度は何なんですか。私は諦めない。数えきれないほどの希望と意志を背負って、私はここにいる。を止めるのです。さっきからやってるっての。違う、みんな仲良く、うん、なるほど、そういうこと。おしゃべりは終わったかしら。ええ、話はまとまったわ。共同戦線よ。それでも前に進むの。今は敵も味方もない。みんなで力を合わせるの。お願い、赤木先輩を助けたいの。もちろんだ。お待ちしておりました、エンタープライズ様。迷惑をかけた。いつものことでございます。想定外の変数よ。この演算結果は受け入れない。ここに来て援軍とはね。カルルでやってやるぜ。予定ならばそろそろですが。
何が？パーティーの時間よ。打ち方始め。今のは待たせたわね。円卓の騎士の到着よ。世はナガト、獣王のナガトである。これよりレッドアクシズとアズールレーンはセイレーンを打倒するため連合艦隊を結成する。知っていたのか。我々は掲げる思想は違えど思いは一つです。私たちは戦うために作られた存在。私たちは世界を救うために生まれてきた。行こう、戦士たちよ、命を燃やせ。こんなことは間違っている。そうか、赤木、あなたも同じ光景を見たのだな。だからあなたは邪魔はさせないわ。逃走を、あまねく海に逃走を。あと100年、せめて50年、時があれば間に合うかもしれない。戦いの進化の果てに今度こそは。私の愛は時を超え、神ですら凌駕して、獣王を、姉様を、カンガを、みんなを救うのよ。来ないで。ようやく届いた。はい、これで仲良しね。めでたしめでたし。獣王の未来はあなたたちが担うのよ。みんな仲良くしないとセイレーンには勝てないわ。喪失は想定外でしょ。我々の予測を超えることは喜ばしいことよ。人類にはまだ未来があるわ。何の咎めもなし、というわけにはいかぬな。だが、そもそもこれは獣王の過ち。赤城一人に押し付けるのは道理が通らぬ。はい。
かんざし持っているでしょ。加賀にはその色が似合うわ。今回の件は獣王に対する大きな貸しになるわ。これも全て鉄血の理想のため。忠誠こそ我が名誉。力ある者だけが人類を救えるのよ。そういえばアズールレーンから面白い提案があったわよ。さあテキパキと働くのです。やっぱりぬいぬいはエゴ使いが荒いのにゃ。ふりーふりーふりー。アズールレーンとレッドアクシズの合同基地。思い切ったことをしたわね。新たな基地には新たなリーダーが必要です。両陣営の架け橋となる象徴的な人物が。素敵なアイデアだと思います。ま、本人は嫌がりそうだけどね。まったく、偉大な姉を持つと妹は苦労するよ。それでは身の回りのサポートをするメイドも必要でございますね。何も変わらない。いつか再び争い、傷つき合う。戦いはいつの世も変わることはない。ああ、だから私たちが変わるんだ。あなたの青き航路に祝福を。